はい、皆さんおはようございます。おはようございます。 DIY 努力の鉄でございます。はい、こちらちょい乗り、ちょい乗りにね、これ日頃ねちょろちょろ乗るんですけども、ちょい乗りはやっぱりねちょい乗りでございました。ちょいでしか乗りません。3キロ限界、そこら辺だね。近くのスーパーで限界。限界ですね。あの走ってると笑いが込み上げてくる。ネーミングに偽りなしと。なんで込み上げてくるかっていうと、最初リアサスで、あのリアサスがないので腰に来るかと思ったんですけども、うん、腰も痛いけどそれ以上に手がしびれる、エンジンです。エンジンがもう30キロの法定速度で結構な回転数でこうミン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 ずーっと回ってるので、もう手がしびれる、あと気分的に結構ね疲れる。わかる気がする。のでいよいよこちらちょい乗り改造に入っていきたいと思います。お、改造したいのはエンジン。エンジンをね乗せ替えたいんですよ。いいね。乗せたいのがあのホンダの横置きエンジン、いわゆるフォーストミニ。こちらのエンジンだと一応エンジンのね乗っかるようにすれば選択肢がすごく広いエンジンなので、それにしちゃえばこちらのバイクをねいろいろ楽しめるんじゃないかなと思いました。50から125まで全部そう選択肢がありますからね。頑張れば高速乗れるよ。160。確かに可能性はかなりあります。はい。ですがそこでちょっと素朴な疑問、エンジンの世界って法律的にどうなの？そうだね、共同計算とかって話かな。そうなんですよ。そもそもまあ以前ね自作モペ作った人間が怒られそうなんですけども、あのエンジン乗せ替えるってことはそもそもエンジンの型式が変わるってことなんですよ。あの原付に登録した人なら分かるかもしれないんですけども、車体番号とか型式認定番号の他にあの原動機の型式とか書かなきゃいけないんですよね、うん、なのでそもそもそれがセットでこうバイクっていうのが登録されてるはずなので、それを変えるっていうことはどうなんだろうと思いまして。モンキーカスタム、カブカスタム、エイプカスタムっていろいろあるけ どうなんですか。結構あの皆さんエンジンの世界、ましてあのエンジンスワップ、うん、もう全然違うエンジンのスタイルとかってして登録してるんですけども、役所の人分かんないですからね。あれは登録するときはそうだね、現物を見てるわけじゃないので。かつて私があの非常に敬愛する尊敬するマサヤさんがこれに関して非常にこう攻めたことを昔と殺人くんっていうのを作ってまして、あれを本当にドキドキしながら読んだ記憶があるんですけども、でもまあ冷静に考えて自分で調べたことがなかったので今回ちょっと調べてみようかと思って調べてまいりました。はい。最初言ったのは車検場なんですよ。はい。車検場でそもそもエンジン乗せ替えとかっての合法なのって聞いたら、まあ車検場の人にまあ市役所行けと、うん、ここは管轄外、ただいま 126cc から来いということで蹴られまして、次に警察署行ったんですよ、うん、警察署行って行ったらもう開口一番、登録のことは市役所に行けと。ダメでした。法律最初警察かと思ったんですけども違いましたね、うん、やっぱあの警察の方が取り締まるのは道交法の方、うん、まああのウインカーがついてるついてないとか速度とかそっちの方らしくて、特にあの相模原市市役所納税課の方に行ってまいりました。でね直接いろいろ聞いてみたんですよ。こちらですね、納税課の方でこのエンジンの乗せ替えについてこれ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 って聞いたら、ちょっと待ってくださいって言われて、担当の者が参りますのでっていう担当の人に担当の者を呼ばれまして、はい、こう奥の方に連れてかれまして、じゃあちょっと話を聞きましょうかって感じで話を聞いてもらったんですけども、ちょっといろいろ質問してみました。これあのナンバー登録、ボアアップ、エンジンスワップ、乗せ替えとかの登録について聞いてまいりました。ですね、まずレベル1、うん、これあのボアアップキットを使ったボアアップについて、はい、これは OK だそうです。あの北湖とかのデイトナとかいろいろメーカーさんが出してるボアアップキット、あれはもうなんていうの、こういう改造をしますよみたいな申請書もついてくるので、あれをもう提出すればまず間違いなく OK。 あれってのはエンジンの型式は変わんないんだよね。エンジンの型式は変わんない、要するにあの改造ですよね、まあ、排気量変更、そう、あのエンジン焼き付きでボアを、ね、ボーリングして排気量アップするのと同じ扱いで、その壊れた部品を補修するような感覚なので、それはまず第一段階は OK。 うん、はい。というわけで次レベル2、エンジン乗せ替え。こちらが例えばあの株50に株90のエンジンを乗せ替えるとか、株にモンキーのエンジンを乗せ替えるとか、もともとその
乗っかる同じ系列のエンジンを乗せ替えるという話ですよね、うん、CL に、まあ、中華エンジンもそうだよね。中華エンジンはまたちょっと話違うんだ、まあ、うん、CL に国産のエンジン、要するにホンダ同士も同じマウントですよっていう保証されてるものを乗せ替える場合、これも OK。 おー、これはあのいわゆるあの型式が下手すりゃ変わるんだけども、基本的には同じエンジン、無加工で、配線とかは別ね、うん、エンジンのマウントは無加工で乗っかるもの、これは OK だそうです。これがレベル2、はい、でその次のレベル3、ここから急に難易度が跳ね上がる。昔みたいに自転車に原動機を乗せて原付バイクとする、だから昔ながらの原動機付き自転車、これが前回私がやったモペットの例なんですよ。パタパタとかバタバタってやつだ。これ自転車にエンジン乗っけるのってどうなのと思うんですけども、うん、これ自体はそもそもその道交法、この原動機付き自転車っていう法律自体がそのエンジンを買ってきて自転車に乗せるってところからスタートしてるので、うん、これ意味深なんだけど法律的には OK ですっていう、っていう回答をいただきました。はい、確かにそうなんだよね。そっから始まってるからまあバイクの、そうだから、そもそも株の原点、あれスーパーカブが登場してからなくなったらしいね。あ、そうなんだ、うん、あのエンジンの単体販売はそれで終わったらしいんですよ。だからとりあえずこれレベル3はこれで OK。 うん、じゃあ次レベル4、輸入電動バイク。ああ、もう日本には存在してない電動バイク、もしくはフルアシスト自転車、漕がないでこれだけで進む自転車、ナンバー登録が必要なやつですね。あれはどうなんだって聞いたら、うん、これあっさりと OK ですって。ほうほう、あの原動機の範囲、出力の範囲に収まってるもので、あ、原動機付き自転車か、原付きか、うん、原付きの出力の範囲に収まってれば OK。超えるとめんどくせえってこと。そうするとまた全然違う方になってくるから、そうするともう車検場の方になってきちゃう、うん、あくまでも 125cc まで、もしくは125に相当する出力までのやつは OK らしいです。だからあの最近はいわゆるあの電動キックボード、こちらの登録は急増してるらしくて、なんかもう前は割と時間かかったらしいんですけども、今はもう早い早い電動キックボードって感じで行っちゃうらしいです。だからこれは OK。 はい、ではで、あのここからですね、あの次のレベルだから、今回これがそうなんですよ。エンジンマウントを加工してのエンジンの乗せ替え、だフレーム加工を伴うエンジンの乗せ替え、だからエンジンの型式も変わるし、そもそもフレームのマウントを変更する、構造変更、そう、乗っからないはずのエンジンを積んだ場合はどうなんだっていう話なんですけども、うん、これも基本的にさっき言ったその自転車にエンジンを乗せるってところに該当するらしくて OK らしいです。すげえ。だからただ必要なのはまずあの個体として認識できる番号、いわゆるフレームナンバー、うん、車体番号が明確であること、これが一つで、もう一つが走行に耐えうる車体であること。なるほど。だから原付 50cc だったら30キロ、うん、125cc だったら60キロ、うんうん、の法定速度で耐えうる車体でなくてはならないっていう、なるほど、条件になってくる。こうなってくるとママチャリに 125cc のエンジンを、モペットエンジンを積んでってなってくると、10馬力とか11馬力になってくると、その走行に耐えうる車体っていう点でちょっと分かんない、グレー、三角になってきます。50から125ってのは多分それパワー的に全然最高速は全然変わっちゃうでしょ。まあね、うん、であのスピードが2倍になるってことは運動エネルギー4倍になっちゃうわけで、あ違う違う、あ4倍か、事情になっちゃうので全然話が別になってくるんですよ。これ同じ理由で、例えば自転車は自転車でも子供用の自転車にエンジンを積むとか、ましては三輪車にエンジンを積むとなってくると、それがじゃあ行動いくらナンバーとか、あナンバーじゃないや、いくらテールランプとかウインカーとか、うん、ホーンがついてても、果たして走行できるかって言ったら、これはもう多分アウトになるという解釈になりますよね。この解釈ってのが結構ややこしくて、これ基本的に登録の時の担当者の判断によるらしいんですよ。のでこれは
皆さんの住んでらっしゃる地方自治体のお役所に聞いて、その意見を伺ってみてください。出ないとわからない。相模原、あくまでも今回は相模原市の話なんで、しかもその担当者から聞いた話だから、うん、保証の限りではありません。はい、というわけでまとめます。はい。バイクのエンジンの世界について、まず必要なのは車体固有の番号がまず存在していること。で、原付の排気量の範囲内であれば基本的には可能。保安部品とかそこら辺に関しては管轄外って言われちゃいました。これだと警察とかそっちの方になるのかな、車検場とかの管轄になるのかな。ここら辺ちょっとね、グレーなんですよ。多分車検なまあ絶対必要ですけども。で、あとこれ用意した方がいい。使用した原動機が何なのかっていうのと、うん、あと改造した人、うん、あと改造の理由、ここら辺を書いた申請書ってのあるんですよ。なるほど。これ申請書自体は役所に行けばもらえるんですけども、それとは別に別途自分で写真とか改造過程もできれば写真とか撮って、こんな感じに改造しました、どういう理由で改造しましたっていうのを明確に説明した方が担当者は OK 出してくれる可能性が高いということです。はい。だからなんとなくって理由が通るかどうかわからないけども、それはちょっとわからないですけどもね。だからなんだろう、今回私がだからちょい乗りを改造する理由はエンジンに不満があったっていうことになっちゃったけど、それがどうかどうかわかんないけど、多分大丈夫です。というわけで繰り返しになりますけども、必要となる書類およびその申請方法については地方自治体によって違うので、そちらの方はお住まいの地域で確認をしてみてください。ただ一つだけ言えるのは、その本当にエンジンの世界は一応ちゃんと申請すれば OK だそうです。保険は降りんのかな。保険だったら登録はされてるわけで、あとはもうスピード違反しないとか、だから法律を守ってきちんと税金を納めてちゃんと乗るっていう、あとはまあ安全運転を心がけるということが大切なのではないかなというわけで、安心して次回から改造に入ります。ウィーン。というわけで作業スタートいたします。はいはい、皆さんおはようございます。おはようございます。はい、DIY 努力の鉄でございます。というわけで、ちょい乗りの改造を開始いたします。はい。魔改造になるのこれ。魔改造だな。エンジンスワップですね。今回からね、ちょい乗りのね、こいつのね、まあ、前回もちょっと言ったんですけども、うん、まあ疲れるんですよ、ちょい乗り。そうなんだよ。名前に偽りなし。もう3キロ、5キロ走ったらもうね、手が痺れる。坂道登んないし。そうそう。いや、パワーないとは聞いたけど、こんなにパワーないとは思わなかった。でね、本当に走ってても回転ミミミミになっちゃって、エンジンをまず何とかしたいんですよ。うん、車体はいい、これで。うん。リアサスとかはね、どうしようかなと思ったんですけども、このリジットがまあちょい乗りかなということで、極力この形を維持しつつ、エンジンを強化していきたいんですよ。うん。で、スクーター乗っけるのはもう皆さん散々やってくれてるんで、同じことやってもつまらない。はい。ということで、私が乗せたいのはこちらでございます。もう見えてるって。よっしゃ。あ、出ました。横置きエンジン。これ論心なんですけども、うん、これ乗っけるかどうかはわかんない。だけど、こちらのマウントがね、しっかりつけば、あとはもうモンキーなりカブなり、もう150なりなんなり好きなエンジン乗っけられるので、これでいきたいと思います。というわけでですね、バコッと取りましてですね、でかいですよ、エンジンが、断然。当たり前だよな、シリンダーがもうバカでかい。これに対してこれだから、どう考えてもここには収まらないんですよね。そうだね。うん。まあ他のなんか、ショップさんが作った、どっか一箇所なんかの検索でヒットして、うん、このフォーストミンに乗っけてる人がいるんですけども、それなんかもうここは全然別物になったね、フレームが。全然別物になったんですけども、これをね、いろいろコーヒー飲みながらこれ眺めてまして、うん、多分結論が先に言っちゃいますと、フレームをこんぐらい延長して、あとちょっとしたステーとかつけて、まあ、ちょっとここら辺に加工が入るかな、すればこのタイヤのままでいけるんじゃないかなと。なるほど。最小限の改造をちょっと挑んでみたいと思います。うまくいったらいいよね。そうだね。うん。というわけで、まずはこちらのちょい乗りすっぱだかにします。ビーン。はい、行きましょう。
はい、というわけでちょっとねエンジン当てがってみます。はい、これ一番いいのはこちら、あの元々エンジンがあったところですよね。うん、でこのエンジン積み替え今までまあ何回かやってるんですけども、一番まず重要なのはエンジンの水平を絶対取ること。それ大事。エンジンの水平を取らないと、まあ一つは潤滑の問題っていうのはあるんですけども、はい、それ以前にエンジンが傾くとキャブレターが傾く、キャブレターが傾くと油面が傾く、油面が傾くとセッティングが合わない。そうするとエンジンの手動性が悪くなったりとかも弊害が出まくるので、基本的にはこのエンジンを水平に持ってきたいんですが、さっき言ったみたいにでかいんですよ。へい。よいしょ。こんぐらいのエンジン。あ、でもなんか当ててみると面白いけど、やっぱりヘッドが当たるんだね。こう閉めるとスポット入りそうだけどね。こんな感じ。はい。で、あのチェーンラインとかまだ後で考えればいいので、ちょっと当ててみるよ。こんな感じ。はい、これをね、エンジンもこう入れるったってもうこれ無理だよな。これが当たる。当たるので、もう一つ考えたのが、これを丸ごと上抜けたらどうなんだろうって最初考えたの。なんかもはやスクーターではなくなるな。これこうなるとチェーンが無理だよね。あと足があっちい。チェーンなんか見た目的にはすごく面白いんだけど、これも一瞬どうかと思ったんだけどね。まあ楽じゃなく、ただマウントがつくか、またがってここにエンジンがあるってのはうぜえな。迫力ある。で、ここがチェーンを引っ張ってきて、でもなんか違うね。はい、ですね、いろいろちょっと考えてみまして、このちょい乗りのフレームにこのモンキのエンジンを積むときに最初にネックになるのがこれなんですよ。ここの構造、フレームの構造、うん、ここが当たっちゃうの、頭がゴーッと。これがもしここら辺まで行ってこういう構造だとしたら、多分エンジンはもうスポット乗っかったはずなんです、これ、うん、だからそれができないとなると、こう取る方法が一つはここを改造しちゃう方法、ここ切って作り直す方法を考えたんですけども、できればここはねいじりたくないっていうのも、このフレームのメインなので、ここが強度が、そう、強度があまり保証できなくなる、うん、でここを切って、じゃあフレーム補強をかけるとなると、結局こっちにこういう風に通さなきゃいけない、もしくはここからこういう風にこういう形状、スクーターではなくなる。そうするともうなんていうの、ちょい乗りの形ではなくなっちゃうので、ここを改造するのは却下しました、うん、じゃあここを残してこっち以降の改造でやろうとすると、うん、さっき言ったみたいにこれが当たる、うん、当たるっていうことはこれがエンジンの後ろに下がる、下がるとなると今度このタイヤが当たるので、でこいつを外します。はい、でこれでエンジンはここら辺だね。うん、このステーを切って下の部分切れば多分これが入る。こんな感じ。強度は出るの？そっからがそっからの問題でございますよ、それが。はい、実はですね、これ作業に入る前にこのエンジンと車体を写真に撮って、ちょっとね、あの画像上で合成してみました。パターンとしてまずエンジンをこう、まあ、さっき言った上に乗っけるパターンとかいろいろ考えまして、エンジンを上の方に持ってきてアップマフラーにしたりダウンマフラーにしたり、これが一つで、もう一つはエンジンを下に持ってきてアップマフラーにしたりダウンマフラーにしたり、いろいろ工夫してみたんですけども、懸念がエンジンを下につけると結構この下がギリギリになっちゃうんですよ、地面スレスレ。それあんまりよろしくない。そうだから、バンク角がまず気になることと、もう一つがダウンマフラーが使えない。なので理想といえば、できればこのヘッドがここに出るぐらい、エンジンを高い位置にマウントしてセットすれば、まあ、チェーンラインはまあなんとかなるにしても、メリットとしてダウンマフラーが使えることとバンク角が確保できること、うん、で、あ、それがいいやと思ったんですよ。ここただ、それが横から見た上での設計だったんで、そうするとね、こちらのね、このフレームの幅がね、当たっちゃうの、ここにクランクケースに。ここまでの幅じゃないから。となると、強制的にエンジンをこの
ヘッドの頭がこの位置で、できるだけ高い位置になるかなと、うん、そうすると現段階でこれだね、こういうステイ類、ステイをカットして、ここら辺も全部カットしてギリギリセットすればなんとか乗っかるかなと。なるほど。で、問題はあとのこのリアタイヤ、リアタイヤの位置なんですよ、うん、なので一応今まあ実際これ当ててみてほぼ確信に至ったんですが、メニューとしてよろしいですか、カンカン今回ですね、こちらのパイプをもうカットして、うん、このフレームを延長します。はい、多分10センチぐらい延長して、このリアタイヤ自体を後ろにずらす方向でいきます。はい、そしてこれさっき良一くんがポロッと言った質問でございます。ちょい乗りのエンジンはこちらがエンジンから、あの車体から見て右側はスポルケなんですよ、うん、でも普通のバイクってのは左側だよね。だね。だからこちらのモンキーは左側のスポルケなので、このホイールが使えないっていう話になる。で、いわゆるあのエンジンスワップの改造だとみんなスクーターのエンジン乗っけちゃうからこの点が関係ないんですけども、うん、でもできればね、このタイヤをそのまま使いたいというかで、これをひっくり返してみます。まあブレーキひっくり返すとか使えるのかな、わかんない、正直わかんない。これが今右スプロケでブレーキがこれがこう引っ張られてる、うんね、はい、でここにワイヤーがついてるということは、これを逆側にひっくり返した時に上向きに引っ張ればいけるかなと。これ一回つけてみようか。これずっとね、あのなんていうの、妄想しておりました。これを悶々と悶々と。ただこっからいろいろね、チェーンラインの問題になってくるんですけど、ぶっちゃけチェーンラインとかのカラー次第なんですよ。なるほど。これを動かせばまあなんとかなるのかなと。それ売ってるのか。カラーはね、最悪作る旋盤があればいいんだけど、旋盤あれば簡単、キュインキュイン、そう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 。もしくはこれ削るか、ワッシャーとかね、ボルトとかここで見た目を気にしなきゃまあなんとかなるって、こんな感じだね。まあなんとか。でこれちょっと見える、はい、これね、こっち中、中中リアのドラムを固定したこのロッドがあるんですよ、うん、これはもうぶった切っちゃって、で逆にこっち側の右側にそのロッドをなんかうまくつければ、はい、でここら辺をなんかうまくカットすればこれでつけられるかな。であとは、はい、こいつのチェーンライン、うん、モンキーエンジンのチェーンラインが、チェーンラインちょっとずらすようだな。エンジンがここら辺だよね、エンジンがここら辺でチェーンがここら辺になるんですよ。ただこのちょい乗りフレームって後ろのこのスイングアーム、うん、かっこはてな、これがこっちになってるの、こう。あ、本当だ。だこれをこういう風に修正すればこのタイヤの位置は動かせる。ただパイプだからねこれ、うん、なんかすげえアバウトだけど、うん、でも実際そうだと思うんだよね。サスとか、あ、サスとかスイングアームがないかも。そう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 、だね。なので、はい、こっちの後ろのことは今は考えない。まあナンクルないさ、ナンクルないさ、後で溶接できりゃなんとかなるさで、いつも通りいい加減な感じで、まずこれだね、これをここにとにかく搭載すること、うん、ここをちょっと最優先に行ってみたいと思います。
四方八方からハンマーの音がする。待ちずに叩きましょう。はい、というわけで乗っけてみます。クエスチョン、どんな感じになる。あー、後ろが引っかかってるな。後ろ引っかかる。あと幅があれだね。あー、そうだね。後ろが、あ、これいいんだ。これあれか、やっぱりこの後ろのフレームがちょっと邪魔。そうだね、だね。ちょっと広げて、あ、でも無理か。これ自体を変えなきゃいかんな。ちょっと上、こっちから見てみますね。はい、こんな感じでございます。やっぱりでっけえな。はい、とりあえずこんな感じですねっつっても全然わかんないよね、これじゃあね。これがね、やっぱネックなのあっちですね。やっぱぶつかる、あれが当たっちゃうね。ただこのちょいのりのフレームってどっちみちここってないんですよ、これ、うん、ここがなくて、ここをどうしようかなと思ったんだけど、考えてみて後からこっちにフレームつけちゃえばいいかなと。ここら辺に、なので下切っちゃった方が左右のバランスは逆に取れるんじゃないかなと思っておりまして。ソフトって何のためにこれね、ここにエンジンが入ってんの。あ、だからモノコック構造みたいな感じ。ふーっとさっと見て、まあ中はこんな感じ。まあここら辺はまあ問題ないでしょう。こっち側もカットしちゃって大丈夫。うん、こっちのね、やっぱりぶつかるからね。あとタイヤここにつくから、どっちみちやっぱりこれ延長しなくちゃいけないから、これまた当たる場所はちょっとずれてどうなのか。確か株50ってクランクケースもうちょい狭かったから入るかもしれない。そうだね。でもこのエンジン多分ロンシンがかなりでかい方だから、これが入ればまあ間違いなくいくでしょう。上から見るとこんな感じ。すげえ無理っこんだな。一応 OK だね。あのこのハーネス類とかオイルキャップ一応クリアしそうな感じ。はい、ざっくり並べてみました。タイヤがね、ありえない方向に向いておりますが、このリアホイールのセンターから、これ今このエンジンのクリアランス、これを確保して、要はこのアクセルシャフトのこの穴からどれくらい離れてるかって話で、現段階で7センチぐらい。だけどこれじゃ怖いから、やっぱり100ミリは普通に。そうだね。そんぐらい延長すればいけるかな。いけるかな。いきます。お父さんがついにやっちゃった。後戻りはできない。真っ二つ、真っ二つ。楽しそうです。そしてね、これは登場です。お、何缶っていうんだろうね。メッキパイプ32ミリ、こいつ使います。へい。はい、というわけでここからね、フレームの延長に入ります。へい。そして登場、前回登場したのハンズドユーズです。こいつでこれをくっつけます。ちなみになんでこれ互い違いに切ったかって龍一くんさっき質問でございましたが、はい、これ合ってるかどうかわかんないですけども、うん、あのよくなんかあの補修とかこういうフレームの延長の時にやってる方法だったんですよ、うん、バイクじゃないけどね。なんでかわかる。あの両方ポッキリ同時に折れないの。そんな感じ。あの同じ長さでこう加えるとこう力が全く同じにかかっちゃうんですよ、うん、だからあの本当に一箇所でポキッといっちゃう可能性がある、うん、だからこの互い違いにすると力がかかった時になんていうかな、ここに力がかかった時にこっちがちゃんと耐えてくれるし、こっちに力がかかった時にこっちが耐えてくれる、うん、その代わり可能性としてはこのねじれが生まれる可能性がある。でもねじれは結局同じ場所で切っても同じなので、なんかこう互い違いに、なんかあのなんていうの、こう筐体とか組む時もこういう手順でやるんですよ。
はい、長くどうしても繋がなくちゃいけない時にこれ高い位置ぐらいに組んでるんで、それがバイクに使うのが正しいかどうかは分かりませんけども、そんな感じでちょっとね組んでいきます。とにかくここからもうサクサク組んでいきましょう。もうそろそろ昼だからね。よし、ね、今回はちゃんとアーストってこちらヘッテレー、これ両手使うからこれも反応式のやつが絶対楽で、これアングルを切りまして、こいつで大体まっすぐを出すっていうね。おお、やり方がこれバイクのフレーム寄せ合ってるかどうかわかんない。電源オン、知ってみよう。あ、これ見えてみるんだろ。で、これでいけるかな。やっぱ半自動いいな。こんな感じで早いよね、サクサクと。なんか悪みたいにスタートがないからね。あ、これが楽、逆だ。これちなみにこのまっすぐのところだとこれが使えるので、ああ、これで繋ぎまして、そして今度こっちだ、こちらを繋ぐと、ちょっとやりづらいかな。これまたこんな感じで挟んで、はい、挟めばこれまっすぐが出しやすいんですよ。これで本当にまっすぐ出てるかどうかわかんないけど、まあ、今までこれでやってきてるんで、長々とこれで掴んで真ん中を出すと、よいしょ、お、はい、いつもよりあーすあーす、もう慣れた。今日リュウチ君はね、あれ突っ込んでくんないね、もう諦めてあーすごい、忘れるんだ。職場でね、基本的に作業台とか工場そのものがもうアースなので、うん、忘れちゃう。なくても溶接は可能なんです。そもそもアースっていう概念がもうないんだよ。アース扱いに来てる。ちゃんと作業台に。簡単な危険があるわけですよ。まあそうなんだけど。喋ってると危ない。まっすぐ。これを埋めて。へい、これくっつくと、さて、なんか楽しそうですね。これね、すごい微妙なんですよ。見てお分かりいただける通り微妙なんですが、めっちゃ難しい。こんなんどうだ、なんかね、一発で出ちゃってかえって不安なんだけど、だいたいセンター出ちゃってるね、うん、じゃあこれでいきまーす。はい、というわけで、よしくん、はい、チャレンジ半自動挑戦お願いします。できたな。どうぞ。どうやろうかな、ここにか、うん、どこかやりやすいところ、どうぞ。いやうわー、やべ、盛りすぎた、盛り盛りだやっべ、ちょっと盛り盛りだ、あべ、待ってください。開いた、開いた、お願いします。開いた、ごぼう、ちょっと穴が埋まった、ありがとうございます。ボコボコにしたね。あれ？オッケー。よ。ないぞ。
はい、というわけでさあどうだ、フレームが10センチ延長、こんな感じ。あとタイヤはみ出どうか。お、なんか収まったぞ。おお、いい、ね、収まりましたよ、これで。これいい感じだね。ほんとだね。あとこれでこっからなんかうまくマウントをはわしちゃえば、これでプラグは大丈夫、モフラーもこんな感じ。オイルキャップが浮くかどうか知らねえけど、クラッシュが微妙だな。あのセンターもうちょっとこっちか、センターもうちょいこっちだから。あ、いけるね、いけるね、ギリッギリだね。おっと、クラッチがちょっと怖いか。ちょっとあれだね、やっぱだ、ここはカットするようだね。カットだね、これね。もう片方も、うん、これもう丸ごとこれカットしちゃって、あとはまあこっちはおいおい考えましょう。へい、どうよどうよ。いいねいいね、ちょっといい感じだぞ。これタイヤ入れてみて、タイヤ、うん、タイヤ、だいたい、だいたいの位置、だいたいの位置、だいたい、まあ、だいたいここらへん、ここらへん、いいじゃん。これリアフェンダーつけられてたね。つけられるね、いける、いける、いける、よしよしよし。確かにこれはすげえローダウン、超ローダウン、すげえ車庫タンってやつだ、ね、すげえな。オッケーオッケー、これでいい感じじゃん。いいね、楽しい楽しい。よし、じゃあもうちょっとこれカットして、もうちょいだね。はい、オッケー、これいけるかな。ほっ、あっ、つい、はい、取れました、取ったどー、イエーイ。意外と強いね、意外と。というわけでフレームがくっつきました。おい、100センチじゃないや、100ミリ延長しました、はい、というわけでこのエンジン、これをちょっとかぶせます。はい、乗せるじゃない、かぶせます。こんな感じで乗っかります。多分ね、位置関係的にはこんな感じかな。おお、多分こんなもん。そうだね。で、一応こんな感じにマウントすると考えたんですよ、うん、ただね、さっき気づいたんだけど、これで搭載しちゃうとボルトが通せない。これ、これこのボルト、うん、これがこうなっちゃうとボルト長いのでフレームに当たっちゃうの、うん、ちょっと上から見ると分かりやすいですよね。ボルトがね、こう当たっちゃうの、うん、外せない。これは乗せ替え不可能っていう。さてどうしよう、どういたしましょう。こうするとフレーム自体をちょっと上に上げてエンジンを下に下げるとなると、エンジンの低すぎるよね。そうだね、ステップ株をつけてもスレスレだよね。そう、あのエンジン自体が地面スレスレになっちゃう可能性があるんですが、はい、ちょっと現段階でもそれはもう無視します。あとでこのどっちみちこの後ろのチェーンラインが出てないからリアホイール動かすんですよ、うん、はい、その時に場合によっちゃその高さを変えるっていう工程になると思うので、次の段階として、以上の私は先日こちらのエンジンをいろいろちょっと寸法を測りまして、はい、ちょっと設計図みたいなのを図面を引きました、はい、でそれをもとに一般的な材料、アングル材を使ったエンジンのこのハンガー、ここですね、このエンジンのハンガーの設計をしたので今からそれを作ります。はい、汎用型のハンガーですね。本当はモンキーのフレームとか考えたんですけども、うん、あれはあれでこうでかくなっちゃうからちょっと作る手間は省けるんだけども、うん、このスペースがすごいたくさん必要なので、今回ちょっとねエンジンハンガーを作ってみるんで、これからそれを作っていきます。いよいよもって魔改造でございます。イエスイエス。
外れた。とりあえずこのこれ切りかけはここはこんな感じ、こんな感じに入ります。じゃあこれをね組み立てていきますよ。でいきましょう。はい、じゃあ合わせまして、はい、握り拳からいきます。ポテストも正解だね。うん。とりあえず OK だね。はい、よし、これでこんなもんかな。緊張になりました。はい、本日のポッティの太さはこれ 2.0 で、はい、天丼買ってこなきゃいけない。よいしょ、手がすごく急に気合が変わるね。いきます。体勢が違う。溶け込みがいいね。音が静か、そして、うん、あ、そうか、確かに。あとはスパッタが少ない。それは言える。それはすごく言える。空割りは必須だけどね。1本でも結構いけるもんね。ちょうどいい。ちょうどいい。しかしすっげえ。あとは割ってみよう。うん、見てください、このアーク。いいですね。気をつけてね。どれから？いくよ。はい、炭火。はい。
結果発表、はい、およよいいんじゃないですか。いいね、いいね。あとカップブラシでこんな感じで、おお、溶けてますんで、スパッとスパッと少ないね。ハンジドより綺麗かもしれない。ハンジドはもうすごいからな。全然違う。あれだね、線香花火だね。あ、だったらそう見えるかもしれない。燃えてますね。炭肉が難しい、難しい。フリオが燃えてます。イエス。なんかね、うん、パーク慣れてきた。便利便利。あ、綺麗かもしれない、アークの方が。さあ、炭肉割れに。お、ほら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 、よし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 、よくなってきたよ。やっぱりハンジドよりいいかもしれない。綺麗だね、うん、うん、こんな感じで、はい、OK じゃないでしょうか。ちょっとさっきね、歪みあったんですけど、そういう矯正したので、これで、あともこいつでエンジンこうやって乗っかると。強度はバッチリ。 OK、 5ミリオーバーラップで、こいつがこうなると。よし、じゃあとりあえずやってみましょうかね。今撮っちゃった？撮っちゃってた？撮れてなかったかな？撮れてないことになるよ。マグネットやばいんだよな、これ。おかしいなぁ。ネオジム効果。よし、行きまーす。せーの。素晴らしい。おぉ、前が見えない。これで OK かな、これで一合わせしよう。ウィン、はい、いきます。よし、じゃあこっち。ん？まだ落ちないの？まだおねむってからか。ついてるか。さあ、結果発表。まだ苦手な炭肉でございますよ。あ、やっとこおお、やっと恥ずかしくない溶接になってきたから。これあと裏か。いかがでしょうか、皆さん。先輩の皆様、こんな感じでございます。はい、というわけで、こんな感じに仮ですが、エンジンが一応フレームにぶら下がっております。なんかすごいの使ってるけどね。とりあえずこんな感じ、はい、こんな感じになりました。ベタベタだね、下。ほらこんだけ超シャコタンこれはあかんでしょ。もう感覚はもうこんな感じ。これ直線番長じゃん。街中ちょっと走る分にはなんとかなるかもしれないけど、やっぱりさっき言ったボルトを通すのにちょっと下げたのはやっぱりこう計算外だよね、うん、もうね、トッカー見るといかついもん。ただのリアサスじゃないから、下がるってことないから、これが、あ、上がるっていうかリアサスで沈むってことないから、これ以上下がることはないんですけども、まあね。というわけで、今ちょっとまあいろいろ話しておりまして、このリアタイヤ、うん、このリアタイヤのセンターが出てないっていうのもあるから、ちょっと一回ね、こいつをぶった切って延長というか、こいつ下げる位置を、うん、タイヤをもっと低い位置にすると、要するにまあ必然的にこっちが上がる。ケツが上がれば、多分ちょっと仮ですが、これ4センチリアホイールが上がるとどうなるか、雰囲気がどう、雰囲気的に
あーさっきよりあ、ずいぶんいいね。これでバンクアークはどれぐらい稼げるんだいたい。落っこちないようにちょっと待ってね。これで、あー結構もうここがまあ当たっちゃうけど、多分ステップがあるの考えたらまあでもこんな感じ。あのこれでもでもギリギリだね。そうだね。これでもうちょっといってみるか。6センチ上がると、あ、ずいぶん実用的なレベルに来ますね。だね。6センチってでもどうなのと思うけど、これがここら辺に来る感じだよね。そうなるね。そうなるね。これだと、あ、もう実用的だね。ここまで来れば富士走れそうな感じやね。あくまでも富士スピードウェイなんだね。あ、でもこれね、上がるとこいつの角度が上がるから、また随分と雰囲気変わってくるよ、これ。そっか。そう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 、水平取らないといけんからね、うん、そう、水平取らないといけないから。うん、ただそうすると次はシートがぶつかるって可能性が。シートが高くなる。あ、でもどっちみちキャブレーター出る。まずシート的には多分全然シートとか問題ないと思う。セクそうだね。 OK。 へい。そしたらホイールだね。だね。はいよ。はい、というわけでここから非常にややこしいお話でございます。とりあえずエンジンは実はあれね、ほんのちょっと右にオフセットして乗っけております。つまりチェーンラインをちょっと気持ちこっちに右に寄せてるんですけども、あのドライブスプロケットからこちらの後ろのね、このドリブンスプロケットにこっちに持ってこなくちゃいけない。こんだけずれてる。まあこんだけずれてるっていうか、これそもそも見てわかりますかね、フレームがそういう構造になってるの。これ今これ真ん中見てる感じ、全部こっちにこうキュッとずれてるの。これこれがまあこういうフレームなんでしょう。というわけで最初これの角度を変えるだけで済むかなと思ったんだけど、うん、これ一体高さも変えなきゃいけないからね。さあさあどうしたもんか。はい、今これがですね、リアタイヤがこう6センチ上がった状態。これですね、一回ねエンジンの水平を出しまして、それではちょっとね、あの仮付けして、そこから次を考えます。はい、できました。エンジンをこれちなみにこれ今仮止め状態にいたしまして、そしてこんな感じ。どうですか。いいじゃないですか。これ今ちょっと浮かしてるんですけども、あれまでちょっと強すぎるから、まあこれをこっからどうするかですよね。はい、とりあえずお疲れ様でございます。お疲れ様でございます。疲れたね。本当だね。なかなかね、こういう、ちなみに今日今の時間が4時過ぎか、1日かかってこれまで来ました。でも本当はもっと明日ぐらいまでかかるかなと思ったんですけども、うん、思ったより早い。はい、ただこのリアホイールの位置を変えるってとこまで考えてなかったから。というわけで次回はですね、あれだな、これを一回ちょっとこんな感じで、ここを6センチ上げた状態で一回これを固定しまして、はい、でこいつも全部切っちゃう、うん、切っちゃって、で単純にこれを下げたら6センチ下がるんですけども、その時に今こっち側に向かってるスイングアームをこっち側に曲げ直さないといけない。そこがね。そうだから、やることは2つ、うん、曲げ直してチェーンラインを出しつつタイヤの位置を6センチ下げるって、うん、めちゃくちゃだよね、考えてみりゃね。それを次回やります。これ多分丁寧に取ればね、一応この型のままでこれでいけると思うんですよね。でこれ自体が下がるわけだから別にこの干渉点は変わんないわけで、でここら辺を特にいじんなければリアフェンダーもつくと思うので、リアフェンダーがついてくれたらここら辺のね特に処理をする必要はないので、うん、そんな感じでいけば割とこのちょい乗りの雰囲気を残したままやれるんじゃないかなと。そうだね、多分いけると思います。大変といえば大変だけど、思ったより簡単だったといえば簡単だった。ただ問題はここからなんですけどね。こっからなんで、そう、あのね、いろいろ伝送系とかどうするかって話なんですけども、ただあのちょい乗りの一つだけありがたいのは、うん、この空間があるんですよ。この空間がごっそりあるから、ね、まあ
ここまで全部電装系引っ張っちゃえばあとはまあなんとかなるんじゃないかなと。どこぞの CL とは違いますね。そうだね、ヘッドライトと中がそうそう、中がごっちゃごちゃだから、これは割と分かりやすいよこのバイク。本当だね。あとはそのレギュレーターとか全部つけて CDI とか全部ここにつければあとはまあ配線引っ張りはなんとかなるんじゃないかなと。うん、まあ、そこには一回完全な行動仕様っていうよりもサーキット仕様、もう本当にレーシングハーネスを組んで一回走る状態に持ってきたいかなと。こんなもんでどうですかね。ゲテモンやな。これね、まあキャブレーターってマニホーパワーフィルター、うん、まあ、これはまあ若干邪魔になるとしても、これ自体はもうステップをここに出せるから。そうだね。だから足はこっちに置くと思うんですよ。であわよくばこっちにリアブレーキ、こっちにシャフト通してリアブレーキつけることができれば、あのクラッチ仕様が使える、うんうん、このエンジンをそのまま使えるの、まあ、これをなんだっけ、クラッチをつけないにしても、そうするとリアブレーキをまあなんとかしなきゃいけないから、まあどっちみちちょっとまだ切ったはったは続きますけど、まあこんな感じで明日これを下げましょう。はい、はい、というわけで本日もお疲れ様でございました。ありがとうございました。ミシッと言うんだけどね、来そうだね。お、結構今こっち側来た、こっち側来た。これタガネではよろしくないか。もうちょっと攻めるか。気分は敗者だよね。だね。通れた。はい。見ました。あ、破れた。あ、ちょっとフレームが破れた。あ、これ分かりやすいな。どれか下げたか分かりやすいよ。ほら、こんな感じ。おお。でしょ。もじもじ。こっちは大丈夫そうかな。よし。よし。はい、取れました。か。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。DIY ドラゴンの鉄でございます。ちょい乗りに株エンジンを積みたい計画。本日はこちら。昨日ぶった切ったスイングアームの処理から始まりです。はい、というわけで、見慣れないアングルでチェーンラインのお話です。スプロケットがあるのがこの位置。で、エンジンのセンターはここなんですけども、これ、車体のセンターから少し右にずれてます。で、これノーマルがどうなってたかっつうと、ノーマルは右スプロケットで、このセンターから右にこうやってタイヤがついたんですよ。なので今回これをこうひっくり返しまして、左側のここだね、この位置、この位置にタイヤを取り付けたい。だから車体のセンターから1センチぐらいかな左に行く感じですね。これここら辺だね、ここら辺になるようにタイヤを取り付けると。はい、というわけで今回のこの改造の中で最も適当で最も正確さが求められる作業でございます。ここから大胆さが求められるね。よし、とりあえず行きましょう。こちらこのスイングアーム、
っと見慣れない、スイングアームってスイングしないな、あのリアタイヤの取り付けなんですけども、これが要は逆になってこれ取り付けるわけですよ。で多分エンジンの高さ、まあ、これくらいは欲しいよね、うん、でとなったタイヤがこれ下につけばいいので、いや昨日これについたわけですよ、うん、これをここら辺につけるという話で、で今これ昨日ちょっとこれ曲げ直ししたんですけど、ノーマルはこっち向きについたのをこっち向きに固定するので、これ動く、やっとして、あ動くね、柔らかい、柔らか、大丈夫か、要はだいたいここら辺、ここら辺で、うん、チェーンラインが出てほしいから、もうちょいここら辺、こっちはこれでいい感じだよね、これそうだね、え、こんな適当でいいの、大丈夫か、え、これ10っていっちゃえばいいんだよな、そういうことだよね、意外とあっさりと。あとはカラーの調節でってことか、カラーの調整もできるけど、まあ、そもそもこれ自体がまだ動くから、あ、どうしよう、こんな感じでいいのかな、なんか思ったより簡単ってやつか、簡単にいきそう、こっちを一回固定して、でこれ最終的にこちらの補強入れるので、多分そうだよね、ここに、そうだね、ここでここに力あの入れるのが一番、今日これが一番最強か、本当はこれスイングアームにしちゃってもいいんだけど、こういうのハスタンさん、リジットにこだわりたいね、ちょい乗りやっぱりリジットじゃないと、腰を痛めながら乗るバイク、時速60のリジットっていう、いや痛いぞだね、気をつけないと痛いよ、じゃあオフロードで行こうよ、死ぬわこれ、あ、今この角度も自由か、あ、すごいなこれ、自由自在だねこれ、これ楽しいな、これあれだよね、今更ながらなんですけども、うん、あのメインフレームそのままにしても、一回これエンジン乗っけるだけ乗っけちゃって、こっちで調整してもよかったかもしれないね、なるほどね、今更ですが、本当に今更ですが、でもこれこれでいいのかな、まあ大体いいんだよね、誰ですか、でいきます、あよいしょこの安物の面ってさ、うん、あの光の反応問題だから、これこっち下がるのあ、安全面的にうざったいわ、これもう出したの、位置はん、位置は出した、大体大体大体です、本当に大体、あの、つけてから動かす、アバウトだ、一箇所つかないとどうならないからね、しかもこれも決まっちゃうからね、このバイクがすごい、なんかケツを上げてみたい気がしないでもないけど、何もうこれだけ上がったら十分だよね、あんまり上げすぎるともうハンドルがクイックになりすぎるので、ちょっとこいつはもうこっちで決めちゃう、多分これ大丈夫だから、おお、サボだ、これついてっちゃうんですよ、こうやって、恐ろしいところ、これでこっちだよ、こっちも結構動いちゃうな、さっきもうちょっと広げてくれ、広がっちゃうね、怖え、広がっちゃうね、大体なんかタイヤの角度が変わりそうだ、これちょっとこれね、考えたらこれ今こうやってんのってすごく重要、車体とこの位置が、今これなんすごい超重要局面にいるね、今俺何やってんの、ケツ振ってるわけじゃない、こうやってなんかね、こっから見るとすげえシュール、すごい重要局面をね、すごいかっこ悪い姿勢でやってます、なんかタイヤに拝んでるみたいな感じですこれは専用に違うわそう気分だけどね、これでいけるね、いけるね、タイヤをこの位置にして、うん、これが付き合う、もうちょっと広げときゃよかったな、よいしょ、なんか溶接盛りそうだ、これ、あ、溶接大丈夫、それは大丈夫、よいしょ、よし、行ってみよう、お、一発勝負いくぜ、あ、これ、電気通るかな、微妙だね、微妙、行ってみよう、そして目を忘れた、よいしょ、あありがとうございます、はい、電気いったの、多分通るかな、
ッケー。うわ、サードだ。さあ、またいいんじゃない、いいんじゃないですか。いいですね、いいじゃん、いいじゃん。え、いいのこれで、こんな簡単でいいの、こんな感じで。おお、はい、というわけでこれですね、今ちょっとつけたので次ちょっと補強を入れます。このままだと間違いなくこれフイッて上がっちゃうので、だ、ま、ここかな、ここら辺ちょっと若干ぶなんかイメージ的にはこんな感じにつけたいんだけど、こう、こんな感じ、うん、それだとちょっと難しいので、もうここら辺な、真ん中ぐらいでここちょっと結びます。こうまっすぐな感じだね。で、こちらのパイプ、メッキパイプ、こちらを切ってくっつけていきます。もうサクサクやっちゃうよ。よっしょ、パイプ切りまーす。手がっていう、うん、見えるこんな感じだね。 OK、 はい、はい、こちらのパイプ、これもうお得意の加工、 R 加工か、うん、あ、これをね、潰す。おう、よ、万力を固定したい。こんなもんかな、こんなもんだね。こんな感じ、うい、こんな感じ。これだとね、溶接がすごい楽なんですよ。うん、こんな感じだよね。だね、これ強度出せそうだよね、多分。もう片方もいけるよね。こっちでも力がね。そうだね、およ、はい、どうですか。どうぞ。ほほほほ、改造してる感が、改造してる感満載だよ、うん、左右ちょっとできるだけ揃えないとちょっとかっこ悪いので、それまして、どうかな、なんかハリボテのサスペンションっぽいのをつけたいな。バレ、あ、なるほどね。はい、というわけで、よし、あとはこれね、一回全部エンジンを下ろしまして、フレームの本溶接に入ります。はい、それではいよいよフレームのね、本溶接をやっていきましょう。このね、延長したフレームのところはこのままちょっと怖いので、ね、こちらで、こちらのね、補強を入れていきます。
はい、というわけでできました。お疲れ様です。汗だくになってなんとか仮の完成だね。そうだね。これキャブレターついてますけどまだ走りません。とりあえず形を作ってみただけです。どうですか、見事にエンジン乗っかりました。ちょっとハンガーがごつくなっちゃいましたけども、でもいい感じに収まったよね。丈夫な分には問題なし。うん、ステップの方もね、これ仮に CL のやつをつけてみたんですけども、一応予定としては株用もうちょっと高いやつをつけようかなと思っております。キックペダルもつけてみたんですけど、まあなんとか下まで踏み込めそうな感じ。ぐるっと回ってみましてね、これねすごい偶然なんですけど、チェーンがそのままつきました。すげえ。これと言ってもこれね、回せば分かるんですけども、これ音がするんですよ。これなんでかって言ったら、このチェーンって420じゃないんですよね。なんかちょい乗りのやつってちょっと特殊なチェーンらしくて、だこれガリガリ言ってるのはね、これフロントスプロケット、株用のスプロケットの方にいまいち合ってないので、これまあチェーン硬化すればまあ OK かなと。チェーンライン見えますか、こんな感じ。どうでしょう、これで OK でしょうか。多分これ出てるはずなんだよな、こんな感じで。ういっ。まあ課題としてはこれサイドスタンドどうしようかなって感じなんですよね。すごい短いか、もしくはモンキーにつけるなんかセンタースタンドってありますよね。あれはまあつけるのも手かなと思っております。まあ何はともあれ無事エンジンが乗っかってくれました。高さはこんな感じ。うん、懸念だったバンク角、すごいバンク角にこだわってますけども、これはここら辺 CL のステップってこれだから、もう少し、ね、もうちょっといくはず。もうこんだけ息は十分でしょう。十分、ね、若干バックステップ気味だからね、うん、でこれフレームが 100mm10 センチ伸びたので、もっとなんかこう遠くなるかなと思ったんですけども、全然違和感なくちょうどいい、うん、ちょうどいい。でむしろねこれね、エンジンにステップつけたでしょ、ステップがここになるんですよ。ちょい乗りってなんかこんな感じ、うん、こんな感じだったんですけど、ステップがここになるから、もうほぼバックステップ、レーサー仕様か、やる気満々。これこうなって、ちょうどこうなってこうなるんだよね。ちょうどいい場所でしょ、これ。こうなるとカブのエンジンにしようか、もしくはこっちの125のエンジンにしようか考えたんですけど、当初の予定では 50cc のカブのエンジンでとことこ走ろうかなと思ったんだけど、うん、ちょっと予定変更だねこれはね。このままロンシンで行ってみよう。まあカブのエンジン壊すのもあれだからね。うん、ただその場合ちょっと、ね、問題があって、リアブレーキ、そこです、ここにつけないといけない。リアブレーキつけるとなると、うん、ここにペダルがついて、こんな感じのアームがついて、このブレーキを今こっちに来ちゃってる、このブレーキこっちに来て、このアームをここで引っ張らなきゃいけないんですけども、うん、それがまあうまく通せるかどうか、ここに、ね、うん、それがちょっとまあ次の課題になりまして、それがまあリアブレーキで、あとマフラー、はい、マフラーがですね、これさっきちょっとアップマフラーちょっと試しにつけてみたんですけども、うん、あんまりうまいがいかないんですけど、このキックペダルが邪魔になったりとか、ここはあんま意外と良くなかったんですよね、うん、だからダウンマフラーでここら辺にうまくヒュッと出るのがあればと思うんですけど、これちょっとマフラーもちょっと宿題ですね。あの CL にくっついているあれ、マフラー、そう、あんな感じどうかね。あれここでできて、まあ、擦っちゃうかもしれないけど、ここは要はどこまで出っ張るか、うん、だかちょっとなんかモンキー用、射角的にはモンキーがすごく近いと思うので、モンキー用のマフラーはまあ流用するかなんかしようかなと思っております。まあ、要はまだエンジン乗っかっただけなので、もう全部がこれから、まずはレーシングハーネスから、そうだ、レーシングハーネス組んでまず走れる状態に持っていくのを第一目標としまして、行動仕様はまだまだ先の話でしょう。そうだね、いろいろね、乗ろうと思わんけど。まあね、ちょい乗りですから。ただちょい乗りにこのエンジンを積んでみたいというのはもうとりあえず実現いたしました。まあでも結構思ったより早かったけども、やっぱり大変。そうだね、うん、あとはまあでもチェーンとかいろいろやっていけばいけるかなと。で、そうだ、これ忘れたね、肝心の強度、フレーム、うん、いくよ、うん、せーの、ほうほうほう、エンジンに力をかけても問題はない、大丈夫だね。でもこれですね、ほとんど
ここに人間が乗っかって、うん、後ろがこう乗っかって基本的にこうまっすぐつながってるので問題はない。ほとんどの荷重が全部ここにかかってるから、ここの負担っていうのはちょっと補強はかけたけども、そんなに思ってたよりはかかんないかもしれない、ね、逆にめちゃくちゃリア荷重すぎてフロントから吹っ飛ぶんじゃないかっていう懸念はあるんですけども、あとはもうこのサスペンションがどれだけ追従してくれるか、うん、頭乗ってみないとわかんないね。本当だね。まあとりあえずというわけでエンジンは乗っかりました。お疲れ様です。うっす。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。はい、 DIY トラクの鉄でございます。というわけで今回はねちょい乗りの経過報告でございます。一応エンジン乗っけたところまでが前回のお話でございまして、はい、あれからね結構作業を進めました。あの本当はこれ一番最初ってあの株のエンジン、株のエンジンじゃねえや、うん、株のエンジン、うん、あの自動エンジンクラッチ、あのノーグラの方のエンジンを積む予定だったんですけども、なんかねこの車体作ってるうちにちょっとハイパワーエンジンを乗せたくなったんだよね。株だとねちょっとゆっくりなんで、どうせだったらこう 125cc のエンジンを積みたくなったんですけども、はい、リターン式のミッション車なのでクラッチをつけなきゃいけないんですよ、はい、そうするとこちらにクラッチが来るっていうことはこのちょい乗りの場合後ろのブレーキがつかない。そうだよね、スクーターだからね。そう、そうなると後ろのブレーキがこちらにブレーキのペダルをつけなきゃいけないとなると、うん、そもそもそんなつくはずがないのでそっからの格好になっちゃうわけですよ、はい、というわけでもうリアブレーキをつけました、はい、その作業はちょっとねすいません取っておりません。あのねびっくりするほど地味な作業なので黙々と作業して取り付けました。とりあえず今回はそちらの報告をしたいと思います。はい、というわけでここにねもうねリアブレーキがついております。これがどうついてるかっつうと、それでねリアブレーキの取り付けがこちらのステー、こっからだとちょっと見づらいかな。これがねL 字のアングル、これホームセンターの電材コーナーに売ってるアングルを使いまして、そちらでねこちらのステーを取り付けております。このリアブレーキのねこのシャフトの位置関係があって、このステップとエンジンのマウントとでこちらのシャフトの位置関係、この3点でちょっと測ってみて、これあの CL の50とあとリトルカブの方で寸法を測って近い数字にしております。こっちを合わせないとこのリアブレーキ踏んだ時にこういう動きをするので崩れちゃうと、なんていうのかな、踏んでも全然ブレーキが効かなかったりストロークがやたらでかくなっちゃったりとかしちゃうので、これちょっとねちゃんと寸法を合わせてみました。これを結構ね華奢でねどうかなと思ったけど結構強度があって、ちょっとこれ意外にうまくいった感じです。もしこれで強度が足んなかったらこっからこちらにステーを伸ばすのもありかなと。でね見てほしいのはこちらのブレーキのロッド、ワイヤーだったよね確かノーマルはね。確かこちらのロッドよく見てください。これよく考えたな。全ネジです。これ全部全ネジ、全ネジがずーっときてね、こちらがね見えるかな、クイッと曲がってこんな感じに取り付いております。これまだちょっとダブルナットかけてないんですけども、ダブルナットで固定するか、もしくはこう穴開けてベータピン通すか、まあどっちかですよね。こんな感じでねリアブレーキをこう、どうですか、いい感じいいかどうかわからんけど、これちゃんとねブレーキ操作できます。そしてですね、はい、あの電装系なんですけども最初悩んだんですよ。もう全部の電装系をつないじゃうか、うん、もしくはちょっと刻んでいくかっていうことで、まずあのエンジンをかかる状態にしようかと思いまして、まあサーキット用だよね、レーシングハーネス、そうレーシングハーネスを組んでみました。とりあえずこんな感じ、まあ特別難しいことないです、まあ、必要最低限、そうフレームに穴を開けまして、はい、このステーを作って、うん、であのイグニッションコイルと CDI、うん、こちらをつけてもうこのエンジンの、これかエンジンの配線からもう最低限のハーネスを通しまして、とりあえずこれでスパークは通るようにしました。ここにねプラグでね、うん、これもうさすがに今までも何回も作ってるんでレーシングハーネス作りはそんなに難しいことじゃない、うん、そしてねクラッチ、クラッチの方は、うん、これももう繋がってるんですよ、はい、でね一つ問題だったのが、うん、このちょい乗り普通
このクラッチの場所からエンジンって大体ここら辺にエンジンが乗っかってますよね、うん、でクラッチはこれに繋がってるんですよ。確かに。だから実はそんなに長くないクラッチケーブルって、うん、長くて950ミリぐらいなんですけど、これそれだと多分全然足りないんですよ、長さが足りないね。そう、こっからこう通すわけにいかないので、フレームがこう通ってないから、うん、でこれが確か1200かな、1150かそんぐらいの長さなんですけども、何用なんだあれね、あのホンダのアメリカン用マグナスティートとか、そうそうそう、マグナとか、あそこのやつをちょっと取り付けたんですけども、 うん、あのレルってインナーケーブルの長さが全然合いませんで、はい、どうしようかなと思ったんだけど、ちょっと今回ね暫定的にワイヤー加工しました。お、あの最近ちょっとあのハンダ付けいろいろ練習してまして、これがうまくできるようになればね、これからいろいろ応用効くかなと思ってね、こんな感じわかるかな、一回ハンダを溶かしましてですね、あの対抗を付け直しております。はい、ちょっと見た目が不加工になっちゃったんで、はい、ハンダをちょっと削っておりますけども、まあ、これでとりあえず取れることはないと思うんだよね。ただこれもうちょっと腕上げたい。そうだね、今もっかの練習中でございます。というわけでこれであと必要なのはこれでエンジンかかる準備はもう整ったんですよ。ちょっと何かなこれね、よいしょというわけでですね、スパークが飛ぶのをちゃんとお見せしとこう。はい、これ良かったよね、あのフレームが当たったらプラグ外せない、プラグが外せない仕様になっても大変なんだけど、これを持ってきまして、明るいから見えるかな、ちょっといきますね、これで当てまして、いけそう、いきますね、いいね、あ、あ、いいのか、いいねんだ、これでいけるんだ、いきます、見えねえ、見えねえ、こっちのが見える、一応火は飛んでるんだけど、ほう見えるかな火は飛んでます、火は飛んでます、はい、はい、というわけで今もうこれエンジンかかる状態に持ってこれたんですけども、はい、ここから最後の課題だね、マフラー。そうだね、マフラーがこれね結構ネックになるんですよ。っていうのもこれエンジン自体がすごい低いので、普通の多分モーキーのマフラーとかつけるとこうするんですよね、もう地面、こっちに持っていけない、うん、で最初アップマフラー考えたんですよ、これがつくんじゃねえかと思ったんだけど、うん、こう普通にこれつけると、ここつけるとね、まあ当たるんですよこれが。なるほど、当たるので前のあのちょい乗りのマフラー、まあこれもちょい乗りか、もうちょい乗りじゃないな、うん、のマフラー作った時みたいにここを加工してこういうのもまあありかなと思ったんですけども、うん、今度ばっかりはステップがここにあるから、なるほど、使えない、うん、これがまず使えないということで、アップマフラーはダメ。はい、で次に考えたのがこのアップマフラーのここら辺を使ってね、うん、上から見れるかな、ですね、このマフラーをここから出して、でここを通す、おう、ここをうまく通して真ん中のこのセンター出しも考えた。あの怖いな、NSF とかのこのセンター出し、もちろん耐熱のあれをやってセンター出しも考えたんですよ、うん、ちょっとセンター出し面白いかなと思って、ここら辺の確かにちょっと面白いな、これナンバーここに来ればねセンター出しできるんですよ、もう考えたんだけど、うん、ちょっとここを通すのが微妙かなっていう。なるほど、さっき言ったようにタンクもあるしキャブもあるし、でも通せないことはないと思うんだけどね、ここね基本的に風通しがいいから、まあこれも一応プランとして保留のプランとしてあるんですけども、でも多分一番現実的なのがこれ株用、これなんか誰か面白いこと言ってたよな、この金棒マフラーとかなんかそういうやつ、つや消しのこの株のマフラーなんですけども、うん、このマフラーのいいところはここ通るんですよ、ここ、うんうん、この微妙なところ、どんだけマフラーあるんだ、これどう毎回パズルなんだけど、これをこんな感じ、ほら、まあ収まりはいいよね、収まりいいの、ステー作っちゃえばいいんだけど、そう、ここに入るとあのちょうどこれブレーキのストッパーにもなって、うん、いい感じなんですが、ただ長いこのバイクには、これちょっと法律があって感じなのかな、これちょっと多分アウトになるんで、このでもどうなんだろうな、あでも確かバイクの一番後ろから出しちゃいけないはずなので、うん、そうなるとこれをちょっとあとここら辺が当たるんですよ、なんかいろいろここら辺がいろいろ当たっちゃうので一回これでまずカットします。はい、カットして、でちょっとこの
別のパイプ持ってきて太さここまで来て、こっからお得意の勝ち上げ、勝ち上げ、勝ち上げに入ると、あそこだな、ちょっと待ってね、これがこ、ここら辺長さで抑えたいけどね、うん、またフルサイズで作るとすげえ長さになるんだけども、いかつ、まあなんか収まるかなと、まあステイもなんとかなるか、そうだよね、でもでも長えな、ちょっと本当はね、あのすいません、一応誤解なきように、うん、本当の理想といえばこれにショートサイレンサーを入れたい、うん、ここで、まあ、このぐらいの角度、このぐらいの角度だよね、うん、これに入れられたらまあいいかなと思うんだけど、これじゃ長いんだよね、あの CL みたいな汎用サイレンサー、そう、あれを使うっていうのが、あれをここら辺に入れるのがまあ最終目標かなと思うんですけど、ただあのどっちみちここまでパイプを持ってこなくちゃいけないから、まあ、ある意味この枕ここまで使うのはありかなと思う。余った部分は何に使うの？わかんない。まあこれもいくらだっけ？安いんだよねこれね。安い。5000円ぐらいなんですよね。確かそのめちゃくちゃ安いマフラーなので、まあこの液パイ代として考えればまあいいかなと思って。だからとりあえず次回やってみるか。うん、ここにマフラーをつけるのもありかなと。龍一くんが溶接やりたいって言ってたんで、いや言ってないです、次回お願いしようかな、やめてください、走行中穴開きますよ、いや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 、大丈夫でしょ、なんとかなるさ、やればできる、こっちだ、あでもこれこれだと、これも似たようなもん、俺は知らない、これも似たようなもんだな、個人的にはここら辺こうつけたいけどね、まあ収まりはいい、収まりはいいんだけどね、めちゃくちゃ熱いんだよなこれ、これいかんわ、スクーターだったらいいんだけどな、これ難しいね、それを中に通すってのもね、ですね、これ中通す、いや無理、ちょっと無理、やっぱこれこそちょっと危ねえや、というわけで次回こちらのちょいのりのマフラーを作ってみます、頑張ってください、かっこりゅうちくんが、え、はい、おはようございます、おはようございます、はい、本日はね、うん、ちょいのりのマフラーを作ります、作るか加工だね、こちらの株用のマフラーをね、切った貼ったしてこちらのちょいのりにくっつけてみますが、はい、今回ゆうちくんが溶接にチャレンジでございます。前回あんだけやったから大丈夫だよ、大丈夫、半自動アークじゃないです、まあまだマシかな。まだマシってなかなか言えないと思うよ。でね、ちょっともう一つ問題があって、うん、こちらね、サイドスタンド、これね、前回ちょっと喋るの忘れたんだけど、うん、ステップをついたんですよ、うん、これリトル株用をえらいこう加工してなんとかつけたんですけども、うん、サイドスタンドが長いんだ、ちょっとこれ安定感がないんだよね、今これギリギリの状態でマシンが立っております、はい、ちょっとつつくと倒れるんだよ、これを短くするか曲げるかどっちか、短くしよう、あの1センチぐらい短くすればいいんじゃないかな、あんまり寝かしたくないから、うん、まあ、そこからスタートしてみましょう、はい、お願いします、はい。うん、スプリングを奥だからこれひっくり返してくっつけたら大事です、こういう向きか、いかついな、スプリング奥、逆、あ、待って、スプリング奥側、こっちか、あ、違う、これが、ああ、あー、これがこう、はい、お願いしますよ、はい、どうしようかな、左手と右手どっちつこうか、利き腕的な、利き腕でお願いします、こっち向きでいいんだよ、うん、電源入ってないと溶接できんよ、こっちでいいんだよ、でもって向きはこっちでいいはずなんだが、さあちょっと待ってください、いいね、あやると思った、ついてねえな、ちょっと待ってね、斜めてんな、
どう？いける？こっち向きに向きは合ってるね。大丈夫だね。向きは合ってますね。ただね、ここは若干ずれてんのと、うん、こっちも若干ずれてる。大丈夫だよ。大丈夫か。行きます。いい音させますね。開いたー開いたはい、裏か。あうん。あうん。いいか。頑張れもう鉄が取り入れるぜ。いいじゃん、いいじゃん。いいのか。マグマの溶岩になってる。いいじゃん、いいじゃん。はい、結果発表でございます。いい感じじゃないですか、これ。大丈夫かね。ついてる、ついてる。十分、十分。スパッタだけちょっと取っちゃえば全然問題ないと思います。上等、上等、素晴らしい。はい、というわけでこちらのマフラーをつけてみるのですが、どうしようかな。二通りあるんですよ。はい。一つは、こちらのこの細い、これ25ぐらいかな。25のパイプで一回切って、こう25のパイプをこう持ってくる方法。うん。で、ここから繋げる方法が、これが一つ。で、もう一つが、こちらのあの、テーパーの途中で切って、はい。あの、こちらだね。ちょっと、ここまでいいよ。はい。あ、さっきの話だ。今こう2本のパイプがあるんですよ。25と、これが32か。こちらのパイプがあるので、うん。25をここからこう持ってきてこう立ち上げる方法が、これが一つ、はい、でもう一つはこのテーパー部分で切ってこの32をこう立ち上げる方法があるんだけども、うん、どっちかな。32でいっちゃうか。テーパー溶接って難しそう。そんな、いやでも難しくないと思う。だからこれってこの大きさがあるところで切っちゃって、これ一回角度切りしちゃってここからクッと上げれば多分いくんじゃないのかな、多分ね。これ二重か。わかんない。社外品だから二重管のことはないと思う。二重管だったら 前みたいになるから、まあ、それでいけるんじゃないのかな。あとちょっとこっちがちゃんとつくかどうかちょっとまだ未確定で終わるんですけど、まあ、これはなんとかなるでしょう。あとはこうこれドンドンドン、どっちかね。32かな、うん、じゃあ32いってみましょう。はい、はい、お願いします。はい、そんではいよいよ角度を決めましょう。まずね、これね、切った液パイをとりあえずつけましてですね、そして今ここにあるんですよ、パイプが。で、問題はキックを下ろした時に当たんない場所にこのパイプ、こいつをつないで、でここから角度を変えてこう立ち上げないといけないと。よし、これちょっと合わせてみよう。はい、押さえてもらってます。いきます。これでキックが、これ今まっすぐしてんだよね。これが結構下ろしてクリアしたね。当たらないね。 OK。 ギリギリ。これのここら辺、今ぶつかったな。ここら辺から角度こっちに上げると、ちょうどこのマウントあたりだね。 OK。 これです。マフラーのね、ちょっと角度先に考えちゃいます。はい、ちょっとこれ仮組で、このなんていうんだろうね、このホームセンターに売ってるこのシーちゃん、穴開きシーちゃん、うん、こちらですね、ちょっとこれつけて、これは多分マフラーのステーになると思うから、これをここら辺につければ、うん、多分こうつくと思う、きっと。で、あとキックか。そうだね。で、一応ここだったら多分逃げるから、一応これステーをここにつけちゃおう、うん、つけちゃえばサイレンサーの位置決めができるよね。はい。よし、じゃあ次ブーツの加工をいたしましょう。はい。
これかな。はい、我が家の史上最もシンプルなマフラーステー、こいつを仮止めしたのでこっちにサイレンサーをつけていきましょう。なんか客観的に見るとすげえ形してますが、とりあえずこれで途中の中間パイプどう取るか、これで角度お願いします。はい、遊びじゃねえよか。でもこれだね、ね、これで角度、ちょっと待って、これちゃんと出るかな、書かれるかな、ある程度ごまかし後で聞くけどね。あ、そうなんだけどね、お願いします。なんだかな、多分ね、130度ぐらいかな、130度ぐらいだな、了解ぐらいだから言ってたけど、多分とりあえず今ね、こちらちょっと測って寸法を出してみました。さっきね、130度っていう計算になったので、パイプをこちら65度65度で切れ切ってこうくるんと回せば130度になるので、長さがこっちが40で20で足すと、これをひっくり返した寸法、これがね切断寸法になりますね。というわけでこちらを切っていきましょう。こんな感じだね、こんな感じ、これを切っていきます。とりあえずこんな感じ、こっちの方まだ全然固定されておりません。ああああああ、これなんかいい感じに場所合わせて、まずは点付け行ってみましょう。行ってるっすよ、お願いします。大丈夫、おい、頑張れ、釣れた。じゃあ行きます。ここでいいんだよね。おう、あ、じゃあ最後の点付け、どうすか。あ、ついてねえ。はい、もう一回、関係ねえ、関係ないとこつけました。あ、ないとかもしんない。あ、一応大丈夫だった。 OK、 ついた、多分大丈夫かな、大丈夫かな、 OK かな、かな。はい、では本付けお願いします。ボコボコ、珍しい体勢でやってるね。確かに。ちょっと待って、あ、中に入った、頑張れ、大丈夫か、なんとかなる。あー、ダメだ、ボコボコ。うん、開いた、穴開いた。恐れずひるまず、ノリと勢いで頑張れ。過去最高の下手さんだな、はい、はい、中間方向最悪。こんな感じ。頑張れ、絶対どっか穴開いてる。もうちょっとピーッと流しちゃってもいいかもしれないよ。やりやすいとこがいいな、頑張っ、うわ、おい、おおおおおおお、どうぞ、いい感じ、あ、いい感じだ、今の、今はいい感じ、もうすぐ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 、いい感じ、そこそこいい感じ、ついてついてる、よく連続で流したね。おー、大したもんだ、ワイヤーの速さがちょうどいい、ちょうどいいね。
はい。こっち側がですね、龍一くんのまず最初の頃だね。ここが一番ね、ボコボコになってるところ。ここのところはでも結構流してんだよ。で、すごいの、この裏なんだ。いや、すごいの、ここなんだよ、これ。これ、見えるかな？ピーッと、違う違う、これ龍一の溶接だよ。すごいの。すごいよ、これ。めっちゃ綺麗に溶けてんの。こっちも龍一、この中が綺麗についてるんだけど。いやー、上等じゃないですか。これこうか。いかっついなあら、こんな角度だったっけ。あー半分忘れてた。すげえ角度だ。ですね、一応、サイレンサーはちょっとね、もうちょっと短いサイレンサーを買いましてですね、うん、後日入れ替えます。ちょっとこれ暫定ってことで、ちょっとね、恥ずかしいレベルの勝ち上げなんだけど、でも面白いね。こんな感じ。こんな感じ。やべえな。魔改造感が半端ないね、これ。面白いな、これ。でも一応矢印するの、矢印一応収まってるけどね、タイヤの中に。うん、あとこれどうぞ雨に入ってください状態だな。雨は入るね、間違いなくね。これちょっと一回これってあれだな、富士スピードや走ってみたいね。どんな感じなんだろうね。いやー、面白そうだな。どうなのこれ。これね、思ってたよりガスいよ、俺思ったよ。でもですね、デザイン的に考えると、ちょい乗りってその最初の前のカウルとかさ、ハンドルがピュッと上がってるでしょ。前がピュッと上がってて、後ろがピュッと上がってるから、こんな感じのいい感じのね、U の字。この感じ。そう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 。ちょっとまたがってみて。はい。これなら足に関係ない。若干バカっぽいなぁ。あ、デザインバランスは意外と取れてるね。意外とね。意外と結構強いね、思ったより。しっかりついてると思うよ。だって本当リジットサスだから。ああかえってフレーム強度の一位になってんじゃねえかっていう。それはあるかもしれない。いかがですか、自分でこう溶接したマフラーは。なんか恐ろしいけどねこんだけついてたら大丈夫でしょ。僕らね、うん、本当父ちゃん最後のね、穴埋めぐらいしかやってないんで、バッチリだと思います。大丈夫かね。これ、ん？何？あとこれ塗装してって感じか。そうだね、塗装して。じゃあちょっと一応最後のチェックポイントとして、うん、エンジンかけたいんだけど、ちょっとそれ仮につけてるキャブレターなんですよ。これはちょっと位置を見たかったので、ついてるのはパチモン PC20 でございます。間違いなくそれセッティング出ないので、一回あれだ。龍一くんの CL についてる PC20 のセッティングを変えまして、はい、あれだったらデータが残ってるから、それで一回今度エンジンかけてみましょう。これエンジンかけるだけならこれでも良くない？いや多分ダメ。ああ良くないか。ボベベベベになっちゃうから、まともな回転になりません。はい。じゃあちょっと次またエンジンかけてみましょう。次はこれ音聞けるよ。そうはね。どんな感じなの？そんな爆音じゃないと思うんだけど、うん、音を聞いてみたい。はい、というわけでお疲れ様でした。良一くんのマフラー、こんなのが出来上がりました。これちょい乗りじゃないよね、もう。いや、いい感じになってきたよ。ちょい悪どころじゃないね。かなり魔改造っぽくなってまいりました。はい、というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。はい、どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。DIY ドラゴンの鉄でございます。予告通り、はい、本日はね、こちら、ちょい乗りのエンジンをかけてみます。一応、スパークが飛んでるかかるよ、ね、もうかかるはず、はずなんですけども、うん、このキャブレターが全然信用起きないので、今回ははい、 CL くんのキャブレターをお借りします。ドナーでございます。確か前これでローンチンのエンジンでセッティング出してるよね。出してるね。のでちょっとこいつをお借りしまして、ちょいちょいとセッティングを変えました。あちらのローンチンエンジン乗っけて、それでエンジンをかけてみます。はい、こちらを外しまして、しかしこのバイクもいじってるね。これ結構いじってるよね。そしてステッカーがいっぱい貼ってある。ちょっと多すぎでしょこれ。まあいいんだよ、減らした方がいい。はい、取れました。これはちゃんとした景品でございます。おい、おい、おい、
最近バイク全然乗れてないね。綺麗なもんだね。大丈夫です、うん、大丈夫大丈夫。ああ、私が穴開けたところがこれ大丈夫だよね、これね、フロートね。うん、ハンダ付けで。ハンダ付けで埋まってんの、これ。OK。ちなみに、こいつのローンチエンジンはね、PC20 では90の45になっております。おー。それがもう完全な状態かわかんないけど、まだ季節が違うからな。そうだね。90まで動いた。絶対いっぱいあるな。在庫豊富よ。ほんと汎用性高いよね。うん、そうだ。はい。うん、今90が入ったから95、そうだ、90の45だね。このメインジェットの番号が見えなかったら老眼って言っていいんだよな、多分な。いやまだ大丈夫多分。でももう同い年の人たちこれ厳しいんじゃないかなと思う。まだ見えてるんですよ私、かろうじて。素晴らしい。とかで見ようとしてる一生懸命。たまに見づらいやつがあるんだよ。これ全然余裕でこの距離を何とか見える。すいませんね、じじくさい話で。90の45、これで OK。 俺も怪しいから大丈夫、うん、そりゃないだろ18歳で老眼関係ないし、まだまだ先の話よ。全然ね、遠い先の話だと思ったんですけどもね。来ますよ、小さいところでこまごまと。よし、これでいってみましょう。はい、事実発覚。パチ20でも本物20とはちょっと違うらしい。今ね、あれか、あ、ちょっと、あ、こっちだ。これ。ああ。いろいろとなんかあり。スープトルバルブは全然違ったね。あれだったみたい。よっ。あ、中入っちゃう、中入っちゃう。ガチャコン。ね、これで、これで入るはず。こいつはこっち向き。やっぱでも、色のキャブいじくって思うけどね。やっぱね、PC20 って扱いやすいよ。まあ、さすがだよね。さすがだよ。よし、着きました、うん、これで多分それなりにエンジン回るはず。あとでガソリン通して。そうだね、ガソリン通せば一応いけるはずかな。はずなね、はずとしか言いよう、うん、あと、エアクリーナーはなくして大丈夫か。あ、パワーフィルターつける。おう、これガソリンのホース今から繋ぐんですけど、一つだけ問題があって、径、うん、が違うとか。違う、不発コックなんですよ。ああ。で、不発コックの、どっかこう穴開けてニップルでもつければ不発が活かせるんですけど、うん、ちょっと今回もそれ無視します。うん、で、これなんだ、プリ、PRI。モードにすればガソリン流れるので、とりあえずそいつをもうコックのオンにしようかなと。はい。これでいいんだよな。これでガソリンを流す。せーの、ピッ。いった。キュイー。漏れないよね。多分。漏れないよね。OK。よし、パワーフィルつけよう。さあ、もうちょいだ。あと少しですよ、ついに。ずーっと長く待ってた皆さん、お待たせいたしました。長かったね。長かったね。さあ、どうかな。かかるかな、無事。かかるとは思う。うん。はい、一発しろー。ガチ勝負。これ、ちょちょ引っ張ってるか。かかるかな。怖いね。マフラーの干渉は多分大丈夫だね。ガチオッケー。お、すごいさ、今バグマって見たんだ。おー、わかった。来た。わー、振動がすげえな。すげえな。わー、わかった。だから見てるのこれだね。止まりました。おお。これちょい乗りが出していて音。やばい、これすげえわ。何か違う感が。何か違う。ですね、すごい重大な欠点に今気づきました。何？キルスイッチ忘れた。あー、止められない。どうしようか、どうしようか。はい、はい、ちょい乗りと同じか。あ、
中乗りじゃねえわ、持ってったらなんかすげえ。エンジン見てみる。はいよ。スポケット見てみて。はい、回ってる回ってる。いいよね、この音。いい音だね。これね、苦労してリアブレーキつけた甲斐があった。ほんとだね。いいね。カブじゃこの音は出ない。出ないね、やっぱいいわこれ。もうちょっとマフラー爆音にしてもいいかな。で、サーキット用にして。うん、いいわこれ。よし、こいつやっぱり仕上げよう。そうだね、これはちょっと乗ってみたくなってきた。テンション上がってくるね。うん、テンションめちゃめちゃ上がる。ただ問題として、うん、キャブ枝ちょっともう一個用意しないとね。そうだね。うん、これはまた龍一くんにちょっとこれ戻さなきゃいけないんで、うん、お願いします。ちょっと今日また今日夕方ね、夜お出かけするらしいので、はい、まあ、まあ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 、これ戻しまして、はい、キャブレター手に入れるのと、あのキルスイッチ、もしくはこのイグニッションですね、こっちにつないで、うん、あのまあ電装系ちゃんとつなげられれば、そうだね、あのハーネスさえ手に入ればコード仕様も作れるということで、これコードで走ったらね、多分腰ぶっ壊すよね、このパワーで。レジットバーンってくる。ちょっとコード怖いけどね、サーキットいけると思う。あそこの富士限定だね。他の中井とか絶対絶対無理だね、うん、あの段差ちょっと怖いものがあるから、うん、桶川もちょっと、あ、でも回収されたんだっけ。そうだっけ。おけがたい、あの、あれが、うねりがなくなってはずだから。白糸は微妙だな。白糸は微妙。最後立ち上がりボーンって飛ぶかもしれない。おめでとうございます。いやー、ありがとうございます。一応、俺の溶接したマフラー大丈夫そうだね。大丈夫そうだね。ブスブス言ってね。素晴らしい、素晴らしい。うん。いい感じじゃないですか。よかったねー。これは、次は、走行をぜひお届けしたいと思いますんで、皆様、お楽しみに。これいいわ、125やっぱ楽しいよ。とりあえずお疲れ様です。どうです、ありがとうございます。はい、皆さんおはようございます。 DIY ドラゴの鉄でございます。動画では一瞬、実際はね、2週間ぐらい時間をかけてこちらちょい乗りが完成いたしました。はい、というわけでね、大変お待たせいたしました。やっと完成しましたよ、ちょい乗り。こちらね、正面から見るとね、ほとんどノーマル。こちらはそんなに変わっておりません。そしてね、このリアホイール、こちらはね、純正を残すのにちょっとこだわったのでね、パッと見、ここら辺はそんなに印象変わってないんですが、だけどこうやって近づいていくとね、いきなりなんかこう、獰猛感がむき出しになります。もうこの配置はね、もう本当に個人的な趣味そのものでございます。キャブレターとか全部むき出し。目立つのがこれですよ、このマフラー。まあ、マフラーに関してはね、もうお好きに突っ込んじゃってください。ですがこれ意外と組んでみて思ったんですけど、ちょい乗りってこのね、フロントマスクはこうクッと立ち上がってるので、このいい感じに U の字、なんかこれバランスが取れてるかなと。 V の字が近いかな、これ。なんていうの、 V の字、こんな感じでね、いい感じにバランス取ってくれてます。立ち上げたんだけど、これ真横から見るとね、ほらなんかね、収まってるんですよ、いい感じ。ちゃんとクラッチもつながっております。ワイヤー、長いワイヤーにしてこの中に入りまして、そしてこちらちゃんとレバーにつながっております。エンジンマウントもね、こうやって色塗るとね、なんか精悍な感じにキュッと締まりました。そして気になるチェーンライン出ておりますよ。これで OK でしょう。こんな感じで、厳密に言うと分かんないですけども、まあ大体 OK じゃないかなと。こちらね、あの電気配線、こちらのハーネスの方はね、点火系を全く別系統にしております。つまりあのレーシングハーネス、本当に火花散らすだけの配線を作って、エンジンから出る 12V の交流電流、こちらをね、あのちょい乗りのノーマルのハーネスにつなぎまして、でそれつないだらこう普通にウィンカーとか全部ついたので、まあ、これが一番手間少なく、なおかつ確実な方法かなと思われます。
ここら辺がそのねレーシングハーネスブームです。もう点火器は全部ここら辺にまとまっちゃってます。もうこれ最終的にはねまたこう配線をぐるぐると、ね、ビニールテープからまとめたいんですけども、あちなみにキャブレターは PC20 でございます。ここら辺はもうねデータがあるんで一発でセッティングが出せるんで非常に便利、信用を受けるキャブレターでございます。この基本的にカウルはそのままなんですけども、ステップはねぶった切りました。これフレームが10センチ伸びたのでさすがにちょっとつかないんですけども、まあここら辺どっちみちもうねごちゃってるからカバーできなかったんだけど、まあ前の方はこれつないだらいい感じに、でこれつけないとこのフロントカウルがねガタガタになっちゃうんですけど、これうまく固定できました。そしてねご苦労したリアブレーキ、なんか違和感なくこうついてますけども、リアブレーキちゃんと作動するようになりました。ここら辺だね結構ブレーキちゃんと効きます。いやーそれにしてもね本当どうなるかと思ったんだけど、まあエンジンマウント位置は低いですよ。だからバンク角はねそんなにないかもしれないけど、まあ街乗りではまあ問題になることはないでしょう。こんな感じに収まりました。いやーよく乗ったもんだこれで、ね、見えないところで結構苦労したんですけども、無事形になってくれて、いやー嬉しいわ。よしよし、それではエンジンをかけてみたいと思います。すっごくいいです。これロンシンって意外と指導性がいいんですよ。このエンジン音、このエンジン音がまたちょい乗りから一番変わったのはここですよね。おお、これだけすごくめっちゃくちゃ凶暴感があります。はい、こちら改造したちょい乗り、フレームが10センチ長くなってるんですけども、またがった感じとしてはね本当にちょい乗りそのまんまです。ただステップの位置が本来のスクーターらしいステップの位置からこうエンジンの方に移動してるので、乗った感じが意外とレーシーなポジションになっちゃってます。これ乗ってる姿はねちょっと不思議な感じかもしれないですよね。よし、それでは実際に乗ってみたいと思います。ちょい乗りですよ。見た目すごく愛らしいんですけどね、エンジンさっき言ったように結構凶暴なんですごい楽しい。よし、じゃあ行ってみましょう。よいしょ、またがりまして、よいしょ、キーをオン、そしてこちら、よいしょ。これサイドスタンド払わないとエンジンがうまくかけられません。いきます、せーの、お、かった。実はこれね、リアガスがないから結構段差が怖くです。いきます。おお。すげえパワー。ちょっとまだゆっくりめに発進しています。パワーが半端ないっす。ちょっと元気めに加速します。いきます。おお、浮いた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 、ウィリーした、ウィリーした、簡単にウィリーします。これアクセルはゆっくり上げた方がいいな。よし、じゃあ外行きますか。じゃあね、ちょっと元気よく加速してみます。いきます、いくよ、せーの、それともせーの、お、
法定速度達します。すっげえパワーこれ。うこれ、このバイク、これは 125cc の余裕って言いますか、この回転数でこの速度ですからね、ちょい乗りからすると全然信じられない速度域。こんな感じも、あ、これもいいな。飛ばせば速いけどもゆっくりも走れる感じで、あ、これはいいかもしんない。これね、今度は息子に両一に乗せてみます。サトシも喜ぶかもしれない。いつかこれまたサーキットに持ち込んでみたいと思います。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。次は峠行ってみようかな。はい、どうも皆さんこんにちは、ディアドグの鉄でございます。本日はちょい乗りで走っております。前回ですね、次は峠行ってみたいなと言ったんですけども、今日これから行ってみようかと思います。ここら辺でね、峠といえばやっぱりあれでしょう、大だるみ峠。あっちのあそこら辺にありますけども、はい、本日はですね、その大だるみ峠をちょい乗りで攻めてみたいと思います。パワー的にはね、もう十分だと思うんですけども、気になるのはあれです。こちらのギアサス、ギアサスがないんですよ、ちょい乗り。リジットサスなので、確か大だるみ峠ってデコボコあったよね。あそこを走って果たしてどんな感じか、っていうかまともに走れるか、走り終わった後に腰は大丈夫か、不安はいっぱいありますけど、行ってみたいと思います。 GO! なんか今日車いませんね。さあ行ってみましょうか。いや、これどっから大だるみ峠なんでしょう。大だるみ峠の起点であるのかな。あ、これかな。 U ターン禁止、ここら辺からですね。いや、行ってみましょう。どんな感じかな、どんな感じかな。ゴンスケの看板見えてきました。よし、お、ここからですね。おお、さあリジットサスで走れるかどうか、行きます。若干登りがきつい、こんなスピード出ません。さあリコボコ始めました。どど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 ど。あ、後ろにバイクついてきた。送っちゃう。どうぞ、行ってください。お、どうぞどうぞ。とっとと先行っちゃってください。気をつけてね。今日ほんと車少ないな。おお、なんか、すげえ倒れてる。あー、痛い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 。あ、ここ、さっきよりはマシだけど。痛い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 。アクセル戻しちゃう。あ、戻すと持ってきてや。どど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 
痛い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 。速度落とせって言われるまでもね、落としたくなだだ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 だ。
はマシになりましたよね。昔ってオンロードでも吹っ飛びそうになったの覚えてますけども、いやまあ大だるみ峠が禁止になったのって割と我々の世代のせいだったりするんですけど、てっ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 て、おー今日微妙な天気ですねこれ。おう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 、デコ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 、すごいデコデコ感が半端ない。デコン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 。いやー結構これは、おおガタガタいってる。バイクは分解するんじゃないかと思いますねこれ。大丈夫か車体。さあまたデコデコ来るか。何を試験してんだろう。いや久しぶりだな。おお。おお。杉目も来るね。すごいすごい。ブラックマークがめちゃくちゃありますね。車ってまだこう走ってんのかな。おお走ってる走ってる。ドリフトの後や。いやー空気がしっとりしてて、上の方に来るとかなり空気冷たいね。いやーブラックバウルすげえ。そうしようときました。デコ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 、なんかエンジンの振動と道路の振動でなんかいろんなボルタが緩みそう。腰が痛いっつうかね、ケツが痛い。さあコーナー、それなりよっ、あ、すごい曲がる。このちょい乗りね、思ったよりよく曲がります、これ。クイッと曲がる。ギアサスがないから、タイヤがちっちゃいからか。ふぅ。そろそろ頂上かな。はい、東京入りまーす。おぉ、暗い。東京側の大だるみって暗いよね。路面が濡れててやや怖い。って言われてる気がする。大型車接近中。ダンサー！ドゥドゥ。そしてデコ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 。もえ。はい。そしてまたデコ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 。なな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 。一言いいですか。腰痛いっす。分かっちゃいたけど。押して、そしてね、東京に入ったら雨降ってきた。いやー、怖えー。はい、ホテル街に降りてきました。いやあれっすね、ちょい乗りでね、峠はちょっと厳しいっす。腰がお疲れ様です。いよいよ
行ってきます。ちょい乗りサーキットデビューでございます。はい、大丈夫そう。いやちょっと心配だけどね問題としてはですね、はい、まずこれバンク角がすごい少ないので実際走ってどんなか全く分かりません。そう、あ、必要だな。あのコーナーに入った瞬間にステップを軸に回らないように。はい、エンジンかかる。せーの、大丈夫か。ちょい乗りサーキット初走行でございます。さあどうかね、我々の作ったマシンがどんな感じになるか。さあ緊張してます。入りました。ちなみに今日はですね、路面がウエット、だからタイヤのグリップはどこまでちょっと分かんないですけども、それも含めてまだ寝るよ、まだ 寝るよ。ああ笑います。あ、パワー出てるね。パワー相当出てる。セッティングおかしい。これ行ってらっしゃい。セッティングあったら直呼びになりました。どこがいいのかな、あんまり行ってんの。気をつけてね。今ね、良一くんが乗った感想を一つ、もう単純にね、曲がらない、怖いというハンドリングがね、こんなショートホイールベースでひょっとしたらね、ゆうちくん初めてかもしれないので、そこだとめちゃめちゃ怖いですよね。乗りづらいだろうな。もともとちょい乗りのノーマルってどんな感じだったんでしょうね。ビビってるビビってる。感想いかがでしたか。難しかったですあのね、曲がると、うん、ブーツするんですよ。軽くも曲げるでもね、今思ったゆうちゃんでしょ、ショートホイールベースのバイクって初めてじゃない。そうだね、立ち上がりに若干あのポッケとか、あの時代の鈴木のギャグとか、そう、怖いかもしれない。マジでこれだし。
挙動がもろ出るんだよ。でもそれ慣れると面白い。だからアクセルワークの練習にはなるかもしれないけども、そうだ、うん、でどうですか、ちょい乗りでサーキット走るという夢は。楽しかった楽しかったこういう場所になりますが、かなりナイスファイトでございました。これちょい乗りなの？ちょい乗りです。これはちょい乗りです。はい、というわけでどうもありがとうございました。イエーイ、グーグッジョブです。はい、じゃあこんにちは。こんにちは、父ちゃんでございます。頑張ってください。ちょい乗り父ちゃんバージョン。さて、これ涼一くんがね、乗ってみた感想として怖い、あの多分なんですけど、これってマシンのホールドが全くできないんですよ。ちょっとそれ踏まえて私もちょっと行ってみようかなと思います。まあ、すれば転倒シーン取れますよ。いいんだよね。期待しますよ。行きます。行ってらっしゃー。煙がやばいよ。煙が出る。行きます。大丈夫か。
横腹にズドンって突っ込まれてさ、あのダート走ってる時以来、ダート走ってる時にこけて後ろの人がこう漫画みたいに引いたんだよね。でタイヤのこの後もついてるってさあったんだけど、久々に行かれてすごいとー、皆さん、サーキット走行は怪我なきように気をつけて運転しましょう。物取ってたの、取ってた、グロムとインバサムダーってところで最終コーナーです。出てていずれできたね、音は聞こえてたんだけど、あんなに肉薄してると思わなかった。真後ろ行ったんだ、真後ろで、真後ろ行ったんだ、まあ目の前にちょい乗りが走ってたらそれ抜きたくなるよね。気持ち悪いです、どうもすいませんでした、ごめんなさい、出られました。マシンは大丈夫です、マシンは大丈夫そう。こういったのか、そうだね、特に問題はなさそうだね。はい、というわけでちょい乗りサーキット走行終了でございます。とりあえずね、タイヤがこんな感じ、溶けなかったんだけども、でもバンク角浅い割には結構きっちり行きましたね。そしてステップ、これはこけた方だ、こけた方のステップがこう削りまして、そしてマフラーがちょっと擦りましたね、これね。で左側、左側もやっぱ擦ってるね。で今回ね、一番擦ったのはこっちですよ。うまく映るかな、ブレーキペダルのね、ここ、ここがね、映るかな、ここだ、これが、あ、なくなるわこれ。ただの頃ね、考えてた予想スタイルもね、いい走りをしてくれました。よし、じゃあとりあえずこんな感じでちょい乗り魔改造編完結ということで、どうもありがとうございました。